改修工事が行われていた世田谷区立教育センターのプラネタリウムが来月リニューアルオープンするのを前に報道陣に公開されました。世田谷プラネタリウムは主に小中学生の校外学習や親子天文教室などに使われてきましたが、設立から22年が経ち、機材の劣化による故障や必要な部品の調達が難しくなってきたことから改修工事が行われていました。今回新しく導入されたプラネタリウム投影機はこれまでの8500個をはるかに上回る世界最高の1億4000万個もの星を映し出すことができます。区では主に小中学生の授業に活用したい考えで、学習用プログラムには児童生徒が興味を持つように区内の小中学校で撮影した映像なども使われています。理科離れがすごく問題になっていると聞いてますので、こういう天体を見ていただいて科学に興味を持っていただけたらなというふうに。施設にはスロープや手すりを設けるなどバリアフリー化も行い、子どもからお年寄りまで利用しやすい環境を整備しました。最新鋭の設備を備えた世田谷プラネタリウムは来月8日にオープンします。